はい、皆様、2022年大変お疲れ様でございました。2022年は僕にとってはですね、アバレンジャーの新作を制作するという1年でございました。そして、来年はですね、ついにアバレンジャー20周年イヤーということで、アバレフェスティバルの開催でございます。この衣装を着て皆様の前に登場する機会も増えると思いますので、ぜひその際にはお越しいただいて応援していただけると幸いです。それでは皆様にとって2023年もいい年になりますようにということで、良いお年をお迎えください。どうもありがとうございました。